これは山鹿市がボランティアの清掃活動用として新たに作ったゴミ袋。通常のものと比べると透明度や質感に違いがあります。実はこのゴミ袋、材料の一部に植物由来のバイオマスプラスチックが使われています。石油系プラスチックの使用量を減らし、二酸化炭素の排出量を削減するのが狙いです。さらには海外輸入に頼ることなく国産のバイオマスプラスチックというところに注目が集まっているものを使わせてもらいました。原料は廃棄される国産の米。多くのバイオマスプラスチックが原料とする輸入したトウモロコシやサトウキビより世界情勢や為替相場の影響を受けにくいといいます。ただ課題はそのコスト。現在はまだ作るのに通常のもののおよそ4倍の費用がかかるということです。山鹿市は今回2万枚を作り、使用した感想などを市民から聞き取る予定です。